はい、ここでですね、制作してたのは19年前ですか。よいしょ。ここが、高奥正幸の使ってたアトリエです。きっかけの絵ですね。ここで、まあ、音楽ねガンガンかけながら、本読みながら創作活動をしながらね、農作業しながらしてたわけですね。こっち縁側です。